ハインリヒ五世は神聖ローマ帝国の皇帝、並びに、ローマ王、イタリア王。ザーリアアーサ第四代で最後の皇帝。第三代皇帝、ハインリヒ四世とサボヤ博、夫をねの、娘ベルタの子。ハインリヒ五世の死去をもってザーリア朝アーサは断絶する。皇帝としてはハインリヒ四世であるが、皇帝でない東フランク王、ハインリヒ一世から、数えて、 五世とするのが一般的である。1086年、ローマ皇帝ハインリヒ四世の次男として生まれた。当時は皇帝と教皇の間で教会の序任権をめぐって熾烈な闘争が展開されていた。こうした中、兄のコンラートは父の方針に従わず十字軍を提唱したことで知られるローマ教皇ウルバヌス二世に教順の意を示していた。 この態度を受け、父は1098年のマインツの王国会議で、次男のハインリヒを、ローマ王位継承者として定めた。しかし、継承者とはいえハインリヒに、政治的実権はなく、また、ハインリヒは破門された王の下で諸公が離反するのを、危惧した。この状況に不満を持ったハインリヒは、兄と同じく父に反旗を翻した。有力諸公やローマ教皇も、 ハインリヒを支持し、1106年初めに再びマインツで開かれた王国会議でハインリヒの王位が承認された。父はこの会議の後間もなく死去した。ハインリヒ五世は父より続いていた女人権闘争の解決を図り、1110年よりローマ遠征を決行した。そして翌111 11年2月4日、ローマ教皇パスカリス二世と求心的な内容の 合意を成立させた。その内容は、国王が完全に教会の助任権を放棄することと、教会が世俗的な土地、財産及び所権利を返還することから成り立っていた。ところが、ハインリヒ五世の皇帝大冠式に際して、この合意が公に示されると、聖職者を中心に驚きと反発の渦が起こった。そのため、大冠式は大混乱となり、 続行不可能となった。結局、ハインリヒゴセイは兵を動かして、教皇や皇位聖職者をローマから拉致することになった。そして、ポンテマンモロにおいて皇帝に有利な助人権に関する取り決めを定めた。これがポンテマンモロ協約である。さらに、ローマのサンピエトロ大聖堂で、改めてハインリヒゴセイの戴冠式も行われた。当然ながら、 ハインリヒゴセイがイタリアから引き上げた後、ローマが黙っているわけがなかった。ローマ教会側は、ハインリヒゴセイを破門し、事実上ポンテマンモロ教約は、あっという間に保護にされた。こうした中、勢力拡大を図る各地の諸公が、ハインリヒゴセイに退治する。とりわけ、ザクセンロタールフォンズップリンブルクを中心とした勢力は、マインツ大司教アーダルベルトも味方につけ、 大いに、ハインリヒ五世を苦しめた。1119年7月24日、自らが父を抑えて王となったマインツの王国会議で、ローマ教皇との和解を約束させられた。その後、幾度からの交渉を経て、1122年9月23日にボルムス協約が成立する。ボルムス協約によって、女人権闘争は一応の終結へと至った。しかし、 この取り決めは皇帝の地位低下をもたらすのみであった。ザク先行の自立は一層進み、帝国内の混乱は収集されなかった。こうした中、1123年にアイレンブルク白マイセンン博兼埋線編共白ハインリヒ2世が子供のないまま亡くなった。ハインリヒ5世は家臣のグロイチュハクビプレヒト2世を埋線編共白に任命したが、ハインリヒ2世の 十王子のコンラートが反発、ザクセンコーロタールと同盟を組んで、ビプレヒト2世を追放した。しかも、ロタールは勝手にコンラートに、マイセン返境薄量を与え、バレンシュテット博、アルブレヒトクマ公にもラウジッツを与えた。ハインリヒ5世は、この決定に対処できないまま1125年5月23日、ユトレヒトでガンのため死去した。39歳であった。 シュパヤー大聖堂に葬られた。1114年に結婚したマティルダ・オブ・イングランドとの間に着手がいなかったため、これをもってザーリア・朝は断絶することになる。次のローマ王選挙は、おいで、姉ア,アグネスとシュバーベン大公フリードリヒ一世の子、フリードリヒ二世が立候補したが、諸公はもう一人の候補者、ロタールフォン・ズップリンブルクをローマ王に選出した。ローマ皇帝は、 ボルムス協約において、目に見える形ではほとんど何も損をしていない。中世西,西欧のローマ帝国は、イタリア王国の統治を前提として、ブルグント王国、さらに、ローマ教会から、ドイツ王国と呼ばれた旧東フランク王国を主たる、構成要素としているが、そのうち実質的な帝国本土である、ドイツ王国内では、司教、修道院長の選挙に皇帝が臨席することが、 認められた。ローマ皇帝の隣席による無形の圧力は皇帝の望む形での決定に向かわせることが多かった。また、複数の候補者が出るなど、除人をめぐって意見の対立が見られた場合は、ローマ皇帝の裁量で決定できるという取り決めもあった。つまり、ドイツ王国内では事実上、除人権を保留したとさえ言える。もちろん教会が有する土地や、 財産の受風といった世俗的な権利は、ローマ皇帝によってなされるので、この点でも皇帝は何ら失っていない。しかし、それでもローマ皇帝は、致命的なものを失った。それは、真権的な皇帝権である。ザクセン朝、ザーリア朝を通じて、さらに起源をたどれば、カール大帝以来、歴代のフランク王、ローマ皇帝はずっと普遍的な、 キリスト教帝国樹立という夢を追っていた。しかし、もはやそれを支える論拠は失われたのである。こうした中、次の法圓主タウ編調の時代に入ってから初めて、神聖帝国の名が使用される。1157年3月のミラノ討伐、イタリア遠征のための諸侯に対する招集状において、フリードリヒ一世が初めて、神聖帝国の語を用いている。 神聖であることが自明の理でなくなったからこそ、神聖を名乗る必要が出たのである。さらに、神聖ローマ帝国の子が用いられるのは、中世的な国家体制が崩壊した直後のローマ王、ビルヘルム以降のことである。ありがとうございます。